前回お試しにノーブースト、カラパなしでサイドンにソロで挑んでみました。その結果、ギリギリまで追い詰めることに成功。これはブーストのかかった草タイプを入れるか、カラパを使えば余裕と思いました。そして数日後、ポケ活中レベル4の卵出現。そしてもうすぐ孵化です。あれはサイドン出そうな気がする。直感当たるかな。ほらやっぱりだ。ジムに到着、時間たっぷり。こんな良いタイミングはそうそうないぞ。前回海王が軍団でギリギリダメだったので、今回は晴れで草タイプにブーストのかかる不思議花などで勝ちを狙います。すべてマックス強化です。これでいけるっしょ。勝てると思うのでカラパなしでいきます。まずはハードプラントモッチの不思議花。ハードプラントモッチの不思議花はこれと低個体な色違いの不思議花しかいない。12月の時にもっと作っておくべきでした。浮き落とすバンギを作ることに気を取られすぎました。2ゲージ技は抱え落ちのリスクが減るのがいい。1ゲージ技はあともう少しってところでやられると全てが台無しである。やはり出し惜しみせず、小出し小出しで勝負ですよ。私のチャンネルなんて出し惜しみせず常に勝負です。サイドンのゲージ技は波乗り、前回と同じです。メガニウム登場。使いどころがないのでここで出してみました。最後のハードプラントはダメだったか。波乗り発動が早すぎ問題。うわー、ゲージ技の抱え落ちだ。もったいねえ。また最後は抱え落ち。あんだけバシバシ打ってこられたら避けたところでどうにもならんよな。ノーブーストだった海王が軍団よりもダメだと。まさかの結果に動揺を隠せない。こうなったらギリギリまで追い込んだ海王が軍団でカラパありにしてみます。完全に勝ちにいってます。まずは177秒で入ります。成功です。少し時間が伸びた。
ギャラドスまで行ったし、この間よりもダメになった。なんてこった。サイドンのゲージ技は変わってないので、通常技のせいなのだろうか。先頭に不思議花を入れてみます。今回もカラパ成功。ダメだ、こちらのゲージ技あと1回が足りない。草タイプ、もう1体追加でやってみる。今回は178秒で入ってみる。成功です、いける。ダメだ、最終的に同じ状況だ。あのあと何回挑戦してもダメ。スマホの再起動しました。そんでもって勝利の鍵を握ると言われるロズレイドをマックス強化しました。ミスった、だいぶ集中力が落ちてます。ロズレイドは波乗りを避けないとゲージ技が一発しか打てない。2発打ち込めれば役割は果たしたかと。あとは海洋画さんに任せます。97秒の腰で黄色、いいペースじゃないでしょうか。勝てそうなのに勝てない。最後の一戦は一番最初のパーティーでメガニウムをロズレイドに変えたものにしてみます。おっしゃ、180秒からだ。カラパもだいぶ慣れました。端末にもよるかもしれないですが、私は178秒突入で大丈夫そうです。最初から最後まで不思議花には絶対の信頼を置いてます。なぜ12月のチャンスに量産しなかったのかと、あの時の自分に小一時間。最後にハードプラント発動、やはり2ゲージ技はいいやね。避けるのが得意じゃないのと、ヤギもあるので多めに避けます。打てたかな。99秒の腰でサイドンの体力ゲージが黄色、とても良いペースだ。最後のソーラービームダメだったか、もったいない。何この波乗り2連発。
また波乗りに連発。よし、このソーラービームは大きい。いけるか。波乗り。ダメだった。最後が2ページの不思議花だったらいけたんではないか。同じようなメンバーで普通に連打のみで勝ってる人もいるんだよね。まだ試したいことがあるので次回リベンジです。